かの三つの部説もある慶長十三年六月四日は、安土桃山時代の狩の派の絵師。かの英徳の長男。かの丹雄は弟、高信の子供で老いにあたる。名は、四郎二郎、通称は右京の神。この帝神も右京の神と称し、両者を区別のため後に高右京とも呼ばれた。山城国で生まれる。はじめ織田信長に仕え、父英徳と共に、 安土城の障壁画などを描く。その後、豊臣秀吉に仕えた。天正18年に父江徳が没した後、山城国大原に地行百国を廃慮、仮の派の指導者となる。天正20年日後国名古屋城を制作。その後も豊臣家の画用を務め多忙であったようだ。慶長8年京都の徳川秀忠邸に大大律を作成している。 慶長十一年江戸幕府の命で江戸へもむき、江戸上電車に障壁画を描く。しかし、慶長十三年帰郷途中で桑名で隠ししてしまう。去年四十四、または四十八、家督は長男の加野定信が継いだ。父、英徳の豪壮な大画様式とは、対照的な理知的で穏やかな作風は、当時の戦国武将たちの好みとは合わなかったらしく。 本庁菓子では、下州教と国評を受け金星を通じて評価が低かった。しかし、祖父の菓野松江や曽祖父、菓野元信の画風や中世の山和絵を取り入れ、自然な奥行きのある構成や繊細な景子の樹木、金雲などを描き、特に花鳥画に優れる。また、英徳時代には排斥の対象ですらあった、長谷川派との神話を図り、新たな画題である。 風俗画に取り組むことで、英徳様式からの自立と、新たな海外領域の開拓を目指した。こうした、後進の画業を継承する、かの長信や狩の京も、かの神野城のような門人もおり、後進の画風は、英徳様式から、老いの単優を中心とする江戸狩の様式への、橋渡しする役割を果たしたといえる。豊臣秀吉造狩の更進の墓樹領寺と、京都の明覚寺。 ありがとうございます。